今回の福井文化チャンネルは、鍋ですね。鶏の水炊き、鶏の水炊きの料理日記なんですけれど、この動画が公開されている時期、多分真夏になっているんじゃないかと思うんですが、今回の料理日記は春に撮影いたしまして、私大体日頃動画を作るローテーションがですね、撮影から2ヶ月後に選中を始めて、公開はそれから2ヶ月後という流れになるもので、気がついたらもうこんな季節外れな動画になってしまいました。そして動画の内容もですね、いつものようにレシピを自動音声で流すだけにしますと、今回のレシピがもう簡単で短いもので、動画としてはもうすぐ終わってしまうものですから、このシリーズ自体の作り方を見直したいと思っていたところでもちょうどありましたので、今回こういうね、新しい動画の実験も兼ねた内容にさせていただいております。それでは、前置きはここまでにしまして、本題の鶏の水炊きの料理日記を始めさせていただきます。私鍋料理で何が一番好きかと言いますと、これなんですよ。鶏の水炊き、ポン酢がまず好きなんですね。ポン酢を使う料理は大概好きで、鍋だともうすき焼きよりもしゃぶしゃぶが好きな方なんですが、その牛肉や豚肉よりですね、鶏肉の方がポン酢との組み合わせを美味しいと感じていまして、定期的にこう食べたくなって、うちの家族を付き合わせてしまうんですけれど、好きな割に今まであんまりレシピにこだわったことがなくてですね、今回はちょっと、ネットで検索したレシピを見ながら作ってみたのですが、こちらです。今回はこの味の素パークのレシピを参考にして作ってみました。揃えた材料がもうところどころ好みであったり、冷蔵庫の在庫処分であったり、もろもろの事情でレシピと違う部分もありますが、基本的にはもうレシピ通りに作ったらこんな出来上がりになりましたというニュアンスで動画の方を作っていこうかと思います。その材料なんですが、揃えたのは白菜、ネギ、えのき、椎茸、絹ごし豆腐、人参ですね。レシピと違うのは水菜がなくて白菜がある。これは私の好みですね。白菜外せないです。白菜入れるなら水菜はなくていいかなという判断で、レシピにしめじと書いてあるのが椎茸に変わっているのは、これ冷蔵庫に残っていたからです。鶏肉はもも肉です。これはレシピ通りですけれど、レシピに従ったというよりうちの子供に合わせた感じですね。胸肉は硬いって言われるので、私は胸肉さっぱりしていて好きなんですけれど、そして鍋に火を入れまして、鶏ガラスープの素を入れます。レシピは味の素のホームページを見ていますけれど、鶏ガラスープは味の素の製品じゃないです。これ元気で買いました。安いのを。鶏肉を入れて、鶏肉に火が通ったら野菜と豆腐を入れます。で、この後、入れているところを取り忘れていますが、酒、みりん、鶏ガラスープの素、胡椒を追加で入れて味を整えております。量は結構適当です。味見しながら微調整という感じです。もう一品作りました。油揚げの煮物。こちらは白ご飯 .com のレシピを参考にさせていただきました。いなり寿司作ったり、きつねうどんやそばに乗せる油揚げに使えるレシピなんですが、これそのまま食べてもいいかなと思って作ってみました。まずこの油抜きという作業で、レシピ通りに熱湯をかけまして、お湯を染み込ませましたら、水で冷やした後に絞るんですけれど、この作業は油揚げをキッチンペーパーでくるんでレンジで温めてもできます。そっちの方が楽という方はそれでもいいと思います。鍋に油揚げを放射状に並べます。高さを均一にするのはコツだそうです。そして水に醤油と砂糖を混ぜたものを入れると、これレシピで読んでなるほどと思ったんですが、調味料を容器に混ぜてから入れた方がいいそうです。この鍋に直接調味料を入れていくと味に偏りができるという。これは落とし蓋の代用です。アルミホイルをかぶせて皿を置きます。落とし蓋は味を全体に染み込ませる効果などがあります。落とし蓋をしましたら中火で、レシピに弱めの中火とか書いてありますけど、こういうの加減がよくわからないですね。コンロも家庭によって火力に下がると思いますし、この参考程度にレシピ読んでいます。大さじ1杯と小さじ2杯の違いもよくわからないですよね、考えたら。
汁が少し残るぐらいまで煮込んで出来上がりとなります。では、食べた感想なんですけど、こうレシピがシンプルだとどこが良かったとか美味しかったとかうまく言葉にできないんですけれど、まあ、そういう意味ではまだ油揚げの方が感想言いやすいですね。よく染みていて、煮込みたての油揚げってもう全然美味しい、ふわふわして、時間の経ったいなり寿司なんかと比較しちゃうと油揚げのイメージ変わりました。これは本当おすすめですね。ぜひ試してください。Thank you.